本日は日立50周年記念号にご参加いただきまして誠にありがとうございます。日立号は1963年昭和38年に全車指定席準急として誕生し、以来今年で50周年を迎えました。この列車は日立50周年記念号団体専用列車です。通常の乗車券、特急券ではご乗車いただけませんのでご注意ください。それでは本日の行程について簡単にご案内いたします。次は湯本に停まります。湯本、泉、高萩、日立、日立多賀、勝田、水戸、終点、上野の順に停車してまいります。終点の上野には12時22分の到着しております。次に車内イベントのご案内をいたします。鉄道グッズの車内販売はただいまから行います。日本食堂時代の車内販売員の復刻版制服を着用した社員によるおにぎり弁当の車内配布や常磐線決定試験は水戸駅発車後に行わせていただきます。またこの列車には国鉄時代の国版制服を着用した社員が乗務しております。トレーディングカードはお帰りの車内にてお配りをいたします。ご乗車ありがとうございます。次は湯本に停まります。いたします。まもなく湯本です。湯本の次は泉に停まります。湯本です。
ハハハハ。